A 9順位戦が始まり初戦を白星で飾った佐藤天彦九段対局後設定されたインタビューに次のように応じていた「もちろん白星スタートできたのは良いことだと思いますが一局一局が重くて厳しい戦いが続くので気を引き締めて頑張りたいです」「取材者からの Twitter スペース配信についてファンサービスの新しい形なのか?」という質問に対しては 自身が楽しみながらそれを聞いてくださる皆さんもスペース配信の空気感を楽しんでいただけるといいなと思います。としてリスナーからの反応を対局へのモチベーションに変えながら次戦以降の対局に臨んでいくことの抱負を述べたアマヒ国団その先日のアマヒ国団による Twitter スペース配信を映像のついた再編集版としてアップします。 え、山彦先生、渡辺先生、豊島先生の勝利には文系というか国語的なものを感じます。逆に広瀬先生は藤井竜王には数学的なものを感じます。感覚的なものですが。まあ確かにおっしゃる通り、そうですね。あの、藤井君、広瀬君の方は、まあよりその数学よりというか、まあきっちりその割り切り、その読みで割り切っていくっていうところは、性質としてはあるかもしれないですよね。うん。まあ僕は結構、 こう文系寄りなのかなまあ渡辺さんもそうだけどでも渡辺さんは渡辺さんのやっぱ将棋の形きれい,きれいでそのなんというか、うん、数学的な推論をそ,のそんなにこう維持しなくてもでき,るできちゃう人でもあるんでうんまあ豊島君もそのまあ文系的なところもある結構まあリズムでやってるところも あるのかな？っていうまで、あ、ここでいうリズムっていうのはその読み重視というかまあ、そういうところは。あると思うんですよね。まあ、ただその最後のあの終盤の情年みたいなところは、まあやっぱ独特だなっていうところはあると思うんですね。その。まあ、いい意味でのま血筋偉大さが出てるというかうそういうところでは結構エモーショナルな面っていうのもやっぱりあったりすると思うんで、ま1、あ、つの。 あの切り口だけでは語れないっていうところはあると思うんですよね。うん、いやーでも、うん、今ね名人戦とかもやってますけど楽しいですよ、ね、まあ先日の名人戦第4局ではなかなかその渡辺さんもその際どいところを渡ろうとして、うん、結果的には厳しかったみたいなその。 感じにまあでもその一一傍観者からすればあの「正直世界」に書いたことではないですけれどもその今までその渡辺さんが成功してきたその方法論がここで壁にぶつかってるっていうところでじゃあどうもがくのかみたいなそういうところのその見どころっていうのかなりあるとは思うんですよねうんまあそれはもしかしたらその羽生さんとかにも言れる 言えることななかもしれないですけど、うん、常にやっぱり勝ってきた人たちではあるけれども、まあ、ちょっとその、まあ、時代の変化とかその変わり目とかでそのどううんとまあアジャストしていくかみたいなそういうところの面白さっていうのも相当あるとは思うのでやっぱそのまあファン的にはその特にその個人のファン的にはどんどん勝ってほしいってところはあるとは思うんですけれどもそのまあ将棋 その、の内容ですとか、その、まあ、マクロな視点というか、歴史的な視点で見たときにの変化とか、その、うん、20代、30代ときはそういう、まあ、あの、別の価値観で、でも、50代になったら、また、ちょっと変わってくるとか、まあ、そういう、その、長い目で見ていける楽しみっていうのは、やっぱり将棋界すごいあると思うんで、だその騎士、騎士って結構アスリート的なところはあると、 思うんですよやっぱりまあ勝負でもあるしでそこに向かって、まあ、あの研究したりとか気持ち高めていったりっていうのところはあると思うんですけど、まあ、その身体をより使うアスリートと違うのは、まあ、あの端的に選手寿命が長いっていうのがあると思っていて、まあ、なのでそのこう50歳60歳になってもさ、まあ、せるといえばさせるそのもちろん読みの能力みたいなそのっていうようなものは どうしても20代、30代からすると、その、まあ、落ちるというか、とのところあるかもしれないんですけど、やっぱりそこを経験とかでいかにカバーするかみたいな、あの、ところの面白みっていうのは結構あると思うんで、そこは、まあ、総理解の見どころの一つなんじゃないかなとは思うんですよね。まあ、そのサッカーとかでも、その、なんていうか、置き換えてみれば、その10代、20代が、そのサッカー選手、 まあ、そのサッカー選手の10代20代置き換えてみれば将棋指針にとっての、まあ、それがその20代から40代ぐらいかもしれないしでその結構スピードスターみたいな人が30代になったらそのこう、まあ、ななんというかこうボールを保持してその配球するテクニシャンになったりとか,なんかそのスペインだったらホワキンっていう選手とかもそういう感じだったような気もするんですけど。そ,そ,そのなんかこうあの 変化みたいなその、まあ、メッシュもそうでしょうけどね、うん、そういうのを、まあ、より、まあ、具体的な時間として長いスパンで見られるっていう、その人間の観念とか価値観の変化、まあ、そのプレイヤーですよね、そのプロティうん、そういうところっていうのは、まあ、結構、将理界の、まあ固有の魅力ででもあるとは思うんで知りたい学びたいを満たす教養講座資格取得の区るナレッジアカデミー。 うん、まあもちろんその他の世界にもそう、あの、なんというか選手寿命が長い。まだ音楽の死者とかもそうかもしれないですけど、うん。まあただちょっとピークの着方って多分死者と騎士は違うとは思うんですけどね。うん。死者って本当に中島さんの年齢であるまあ40代ぐらいでもその若手って言われる世界でもあるんで、で、まあ相手にしてるのもやっぱりこう大手の奏者たちっていう、その、 1>, 1対複数みたいなところもありますし、いろいろそこはその似てるところもありながら違うところも大きい多いとは思うんで、まあその一、一緒には捉えられないとは思うんですよね。まあ、少年世界はそういう,こう、うん、長いスパンで見られるっていう。まあ、サッカーとかまあその同じ選手っていう意味に限らなければ、その戦術の変化とか、そういうものであの、もちろん野球とかも見られるとは思うんですよね。 いやでも、渡辺名人もね、いや、本当にこう、苦闘してる最中だと思うんですけど、うん。いややっぱり、こういう時代の変わり目に名人戦を戦うっていうのはね、本当に大変なことだと思うんで、うん。まあ、同じプロからしても、なかなか想像するのがね、その大変な、その、環境にいるとは思うんですけど、まあ、その、どっちの応援ってわけじゃないですけど、やっぱりまあ、棋士としてはいい将棋見たいっていうのはあるんで、 まあでもそのさっきの話じゃないですろあいやさっきの話じゃないですろっていうかその配信には載ってない話かもしれないけどその中島さんとはやっぱりこう演奏にしろ作曲にしろその10曲作ったらやっぱりこう7曲8曲評価される人なんてなかなかいないよねみたいな話もしていてでもそのこの間の明治戦第4曲とかも渡辺さんにとってはなかなかまあちょっとそのうーんまあ納得のいかない勝利 まあ、ちょっとここの表現すごい難しいんですけどうんちょっと辛い勝利になってしまったかもしれないんですけどやっぱりその際どいコンセプトというかあのところを渡ろうとするとまあそういう勝利にもにもなりがちなんで、まあ、そこはその一極単位でそのまあちょっとまあ出来が悪かったよねみたいな話し方もできるとは思うんですけどやっぱそこをこう あの連続的に鑑みつつ見ていくのがいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、50代以上の達人戦が発表されましたが30代40代対象の規制があっても良いと思いませんかああどうなんですかねまあでも結構30代40代は出,れ出ることができる規制も多いんで、うん、まあその達人戦っていう切り口は一つやっぱいいのかなと思うんですよね。 まあ今は本当にそのありがたいことに自分が棋士になった時に比べると棋戦も増えて八大タイトルにもなってるんでうん結構その対局数的にはあのまあありがたいその,あの数を指させてもらえてるなっていうのはありますけどねまあこれはその僕がプロになったあの時期あたりが結構そのまあ対局数が割と少なめな時代だったっていうのもあるとは思うんですけどまあそういう意味では もちろんそのあの増やしていただけるのは本当にありがたいことなんですけどまああのい今は今でそのまあ恵まれている部分は結構あるんじゃないかなと思うんですよねうん <music> まあ名人戦で言えばそういうところはうんあるしまあ元からするとねその まあ正直世界でも語ってますけど、まあその、今回の名人戦、あ、これはその、この間の毎日新聞さんのそのオンライントークイベントで語ったことでもあるんですけど、まあ今回の名人戦のコンセプトとして、渡辺さんは結構その、格好かしない系の力戦を、その模索されてるような感じは、まあ、おそらく明らかにすあ,のあると思うんで、まあそこでね、その、どういう、まあ、展開になっていくかっていうのは、 その名人戦ね第4局とかもその渡辺さん得意の、まあ、攻めっていうところはやってたと思うんですけどその彼はやっぱりその自分の王様堅い状態で攻めてるっていうところが多いと思うんで薄い状態で攻めるってのはまたその結構違うものなんでだから、まあ、同じ攻めといっても結構だいぶ違う環境でやってたんじゃないかなと思いますしまあそこの攻めが切れちゃったっていうところで。 そのまあ割と早めのその終局になったとは思うんですけどだからそのそういう文脈で言うと同じ攻めでも結構新しいことを試しそうとしていてまあそれがまあ今,回今回はなかなかうまくいかなかったっていうところだと思うんでしかもそのなんでそれをやらないかといけないかというとやっぱり藤井さんみたいな人に対してはそのうんそういうところを求めないとなかなか勝つのは厳しいっていうそういうこうまあ突き詰めた 末のことではあると思うんで、うん、まあその辺はんというかいろいろな事情がありながら、まあそそのまあ、結果として出てるっていうのはあ,のあると思うんですよね。<music> じゃあ失敗だったかもしれませんが8八は渡辺先生の好きな手だと思いました。 内容についてはどやーでもその藤井さんのね、受けようがやっぱりこう、正確だったっていうか、うん、指しづらい手も結構混じってたと思うんですよね、藤井さんのその指し手の中にも。いやーでもそこをこう、指しづらい手をこう、読みのエビデンスというか、あの、精度の高さで指せちゃうっていうところが、 まあ彼のすごさでもあるんで、うん、やっぱちょっと今回もそこの壁が厚かったかなっていう、うん、ところがあるかもしれないですね。こあの、先日の第4局に関しては。<music> 思ったァルですかね。この,この文脈はわかんないですけど。 エッセイを拝読しましまた音楽を絡めたアメ子先生独特の観点が面白くすごく読み方がありました。読後アメ子先生が高槻将棋祭で刺されていた2七社のことを思い出しました。いやありがとうございます本当に。うんその高槻将棋祭で豊島さん豊島君と刺した将棋は結構そのまあかなりコンセプト性があっていやというかその,の2七社のことをに連想されるっていうのがすごくうんさすがだなっていう感じで。その あの将棋はそのある種の棒銀戦法みたいな感じでそのまあ将棋における棒銀戦法って結構その現象的なそのプリミティブなそのところの,あの指し方でもあるんでまあこれはあの言うまでもなく加藤先生とかが得意とされていた指し方でもあるんですけどそういうそのまあプリミ,プリミティブさっていうコンセプトを結構まあ 分かりやすい形で打ち出せるのがまあああいうこう的なその言いならしたからの暴言みたいなところではあったんでいやそこまああのー、どこまでか分からないですけども何となく感じていただけてるってだけですごい嬉しいなとは思いますね。まあそういうねそのまあ今後そのまあ AI いわゆる成績 AI みたいなものがそのます、あ。 う勃興していく中で、まあ、あのそれでそのエッセにも書きましたけどあの何ていうか今まで分からなかったこととかそのまあいい影響ってすごくあるとは思うんでそこは別にその,あの二項対立的な対立軸としてその一概に否定されるものでもないと思うしそのいいところはいいってあの認めていけたらいいなとは思うんですけれども何て言うんだろうその 科学とかあるその、うん、領域でそのうまくいっかなりうまくいってしまうとそれでまあ全部その世界を描写できるんじゃないかっていう感じの観念に、うんまあ、人間はなりがちなような気もするんで、まあ、そことまたその,その観念だけじゃやっぱりその考え方だけではやっぱり人間世界は描写しきれないのかなっていう気持ちもあるんでうん。 そこの補助線としてやっぱりフリーミッティブさっていうのは結構立てられるところかなとは思うんですよね。とまたなんかちょっとこう,こう難しい話になってしまってるかもしれないですけれども。あの彦先生喉大丈夫ですかこの長時間ありがたいですが心配です。大感謝で拝聴してるのはああどうもありがとうございます。あのお付き合いいただいてむしろこちらがありがとうございますという感じなんですけれどもあのコメントもいただいて。 まあ、喉は、あの、ちょっと今、抑えめに話してますね。<laughs> さすがに。あの、声の高さとかトーンはさっきとは違うと思うんですけれども。まあ、あの、目の前に人がいて喋ってるのと、まあ違いますからね、一人語りは。うん。いや、本当にご心配いただいてありがとうございます。